レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。全然その人のことを知らなかったんだけども、小沢蓮っていうイケメンの俳優さんがやらかしたそうで、文春砲を食らったそうで、でツイッターとか見ると、柴田は小沢蓮を救うんじゃないかとか、柴田の救いたい動画出そうだみたいな、結構ねツイートを見かけたんだけども、ちょっとその文春の記事とかね、ヤフーニュースに載ってる記事を読んだら、とてもじゃないけど救えるようなやつじゃなくて、で今日はちょっとその話をしようかななんて思います。皆さん知ってますか、小沢蓮っていう人。仮面ライダーガイムとかに、出てた人かな。一番有名な作品は仮面ライダーガイムとかに出てた感じですね。でミュージカルとかやってて、舞台のお仕事もいろいろやってて、おそ松さんに出てるわ、おそ松さんとかに出てる人で、バラエティで言うんだったら、ネプリーグに、11月2日放送のネプリーグに出たりしてたと。でこの、小沢蓮さんがですね、ちょっといろいろと、私生活で問題がありまして、16歳の、女性と5年前から付き合ってた。あ、だから、付き合った当初は16歳で、そっから5年経ってんのかなっていう感じで、当時16歳だった女性と5年間付き合ってるんだけども、その自分が付き合ってる女性に対して、いろいろ DV をしていたと。性交渉をしてる時に、なんか、殴っていいみたいなことを言ったりとか、実際殴ったのかな、ちょっとそこら辺わかんないけど。あとは、その付き合ってる女性がね、妊娠とかをしたらしいんだけども、なんかそれって本当に俺の子なのとか、結構、言ってはいけない言葉を言ったりとか、あとは、普通になんか、こんなんもドラマ以外で逆に見たことないけど、なんか、お腹をね、殴ったり、したりしてね、あとはこう、中絶しろみたいな感じで、強く詰め寄ったということで、結局、その、女性は中絶を、したという感じで、で、なんか結局その女性は、すごく、気を、もちろん病んでるんだけども、なんかその小沢蓮は、いや、なんか人のせいばっかりすんなよみたいな、俺のせいばっかり しないでくれみたいな言って、なんかやっぱそこの、中絶のことでも結構彼女を強く言ったらしくて、で、今年の、もうつい先月、11月に、その自殺をね、この付き合ってる女性が決意したんだってさ。で、なんだけども、その自殺しようとしたら、その女の子の友達がその自殺を止めて、でこの事件というか DV の事実がその知れたと。で、それで、その文春とかに行ったんかなっていう感じで、この小沢蓮という人が、5年間付き合っていた彼女に対して、日常的に DV をしていることが発覚したという感じらしいです。はい、で、そうね、妊娠した彼女に対して、本当に俺の子とか、ピルは飲みましたかとかあとは産まないと言えと言って、集中的に腹部を殴ったという感じらしいです。いやさ、もうさ、これさ、もうだって犯罪だからね、いろいろな犯罪だから、もう救えないよ、救えないでしょこんなの、もうどうしようもないクゾっていう言葉ではもう片付けられないぐらいのド犯罪者なんで、だからもう救うもクソもないよねっていう感じで、もちろんその被害者がいることなんでね、このことについては茶化して一緒にパチンコ打たないかなんてことはさすがに言えないもんで、もちろんそういった動画は私は出すつもりはありません。でもこれね、思ったのがね、こういう記事をね、文春がね、
まあ拾って広めるのは俺いいと思うんだよね。被害者があって、でその、こういう事実をリークすることによって、まあ救われる人がいるというか、まあ制裁になると。まあここから刑事、的になんかね、こう刑事告訴みたいになって、彼がね、まあそう逮捕されるかもしれないし、っていうのでまあ。まあ、これをきっかけとして彼にね、それ相応の制裁が加わることになると思うんで、まあ、もちろん社会的制裁も含めてねって思うから、まあ、文春はこういうことを明るみに出すのは俺はそれはなんかいいなというか、もう本来そう週刊誌とかその要は何かを暴露するというか、まあ、新潮とか文春っていうのはこういう記事を取り上げるべきなんだろうなって思った。なんか逆にその渡部の不倫とか誰と誰が不倫してるとか、なんかそういうのって、まあ、結局その渡部の不倫相手が、まあ、多目的トイレでやったさお姉ちゃんたちが、まあ、なんか本当に被害者なのだとしたら、でもどうやらでも状況を見ると被害者じゃないけどね。だから被害者なのだとしたら、まあその取り上げてね拡散していいと思うんだけども、まあ結局渡部のやつとかどこぞの芸能人の不倫っていうのは結局さ、あの視聴者というか、ね、雑誌を読む人、ネットで記事を見る人の、まあ、こう知的好奇心をただいたずらに刺激するだけで、やじ馬を喜ばせてるだけのものだからさ、あ、だからそういうのって別に取り上げる必要ないと思うんだよね。あの渡部と佐々木希とあとその渡部が伝わってたお姉ちゃんたちの問題だから、ならそこに我々一般ピーボーはさ関係ないからさ、そこは踏み込む意味はないと思うんだけど、ただまあ今回みたいな感じで、まあその明るみに出た方がいい事実みたいなのをこう明るみに出すっていうのは、まあ本来あるべき姿かなとは思いました、その文春とかのね。でまああと思うことといえば、ツイッターを見たんだよね、この小沢蓮の。そうしたら結構やばいことを言ってて、あ、これだ。関係者の皆様並びに応援してくださっているファンの皆様にも多大なるご迷惑ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。そして何よりも相手の女性に深くお詫び申し上げますってこれ最後のさ、相手の女性に深くお詫び申し上げますってさ、やばくね。え、それってツイッターでわざわざ言うことというか、悪いと思ってんなら腹なんか殴んないっしょ。でそういった言葉を DV も日常的に行わないし、それが悪いことだって思ってるんだとしたら、お詫びする気持ちがあるんだとしたら、そもそもやんないでしょう。なんかだから炎上して事実が明るみに出て、でとりあえずやばいやばい、謝んなきゃ謝んなきゃって言って、で心にもない謝罪の言葉を、じゃ本人にねちゃんと伝えてるかどうか分かんないしね、本人にちゃんとすまなかったって言っても分かんないけども、なんかこうツイッター上でその自分のそのね長年付き合って DV し続けた彼女に対して、そのお詫び申し上げますって言ってる神経がやばいというか、完全にこれサイコパスだよなと思って。で結局このツイートはね、後に消されてるの、追消しされてるの、削除されてるのよっていう感じで、結局何がしたいのかよく分かんないし、でまあとりあえずまあやばいやつなんだろうなっていうのはこうなんとなく分かるんだけど、いや俺はね、あとねちょっと思って問題なのがね、結構そのイケメン俳優だからかね、ファンがまだついててね、女性のファンなんだろうけど、そういったそのやべえツイートに対してリプライが飛んでて、いやいやその私はもうレン君のことを何があっても応援してるよみたいな、私はレン君に何されても大丈夫だから、私はずっとレン君のことを応援してるから頑張ってねみたいな、リプライがあったりとか、あとはなんかちゃんと罪はつながなって、復帰することを願ってますみたいな、復帰を願うコメントとかもちょこちょこあって、いやねえだろ復帰なんか絶対無理でしょ、俺こんなやつを使うね、まあ、ドラマだったらテレビ局とかさ、まあ、映画だったら配給会社とか
あるんだとしたら俺ちょっと神経疑うわ。さすがにこんなド犯罪者使わないっしょ。しかも復帰を願うってさ、いや願えないっしょ。だってね、これ真琴の時も言ったね、真琴がね付き合ってる女性にの顔を踏んづけた時も言ったけどさ、もしさその妊娠させられて中絶させられてお腹ぶん殴られたさ女の子がさ、もしその自分の妹とか、友達とか親友とか、まあその自分のね家族なり何だったりしたら自分にすごい近い人間だとしたら許せるか、絶対許せなくね。でテレビ映画とか舞台とか復帰願うか、絶対願わないで、ね、願わないべ。もう一生表舞台には姿を現してほしくないって思うでしょ。だから被害者がいる、しかも結構ね人一人の人生をぶち壊すようなさ被害者がいるようなことをさこいつやってんのにさ復帰願うやつがファンがいるっていうのはやべえなと思って。まあやべえやつにはやばいファンがつくのかもしんないけど、ちょっとまあファンもファンでも盲目的でちょっと怖えなってね思っちゃいました。はい、ごめんなさい、別に俺の中で結論があるもんでもこうした方がいいとかいうもんでもないんだけどね、ちょっとこの小沢蓮のねこのまあちょっとニュース記事を読んですごい嫌な気持ちになったんで、はい、ちょっと動画にしました。はい、まあ皆さんもまあ小沢蓮っていうやつがいて、そいつがそんなひどいやつで、っていう事実を皆さんぜひ知ってですね、彼が復帰しようなんて動きを見せたら、まあ、必ずねテレビ番組に手紙とかメールを書くとかして、まあ、必ず阻止しましょう。こいつはさすがに二度と表舞台に上がっちゃいけない人間でしょうって俺は思うんだけど、もうどうなんでしょうね。皆さんの意見もぜひ聞かせてください。柴田でした。友達も明日を切らずにいられない。